皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はズバリオンコードについてお話をさせていただこうかと思います。オンコード、まあギター初心者の方がね必ずぶつかる疑問でございますが、オンコードって何ですかみたいな感じの疑問、まあ皆さんも持ってらっしゃるかと思います。まあコードブックとかさ、そのサイトとか見てるとさ必ず出てくるじゃない。なんかこの C4B とかなんか G4B とかさ、もう必ず出てくるじゃない。で僕も過去の動画の中でさ、そのオンコードすっ飛ばしてもいいよとか省略してもいいよなんていう話をしてるんだけども、そんなこと言われてもやっぱり皆さん疑問に思うと思うんだ、気になると思うんだ。オンコードって何よねみたいな感じで、オンコードって何ですかみたいな感じで、もうそもそもそのオンコードの存在意義をみたいな、省略してもいいんだったら別に必要なくねみたいな、オンコードがあることによって僕らの暮らしどう変わるんですか、人々の暮らしどう変わるんですかみたいな、オンコードがなかった時においてその日本の GNP ってどう変化するんですかみたいな感じで、なんかもう本当にもう経済的な意味でもその、ね、あのオンコードがそのもたらす恩恵みたいな、何があるんですかみたいな感じで、オンコードどういうことですか俺って感じで、皆さん夜な夜な、寝れない日々を過ごしているかと思います。もうその気持ちは本当にもうすごいよくわかるようでよくわかんないけど、まあ、よくわかるとしましょう。よくわかるので、この動画の中でこの、ね、オンコードとは何かを楽しく学んでいって、なるほどオンコードってこんな機能があって GNP にこんだけ影響していたのかってことを学べればなと思って動画を撮影しております。よかったら楽しんでいただければ幸いでございます。そんな感じです。とりあえず結論から申しますと、オンコードはその別になくてもいいんだけども、すっごい大事な、要素というかコードでございます。あのココイチのカレーにおける福神漬けみたいな感じ。まあココイチのカレーは福神漬けなくても喜ぶ人たくさんいますし、そのココイチのカレーとして成り立つかもわかんないんだけども、でも僕にとってはそのココイチのカレーはその福神漬けを食べるためにカレーを食べてるようなもんだって、その福神漬けだったらそれはもうカレーではないみたいな感じなんですよ。このカレーとその福神漬けを合わさって初めてココイチのカレーって感じになるわけだって、僕にとってはこの福神漬けがないっていうのはね、本当にもうカレーとして本当にもう失格というか、なんというか本当にもうなんだろう、そのもうルーがない、もう米ですよ、米ですよ、米とタンパク質みたいな感じ、じゃがいもみたいな、そんな感じの存在になるわけでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。そんな感じの超絶大事な大事な要素でございます。簡単に言うとこうね、曲をね美しくしたりとか、その多彩な表現をしたりとか、そのいろんな景色を見せたりとかして、なんかすごいこうね彩りを与えるんですよね。なんで GNP には多分影響していると思います。 GNP にはオンコード多分に影響していると思います。音楽が、楽曲が美しく、楽しく、そして彩られることで、経済が潤い、音楽産業が潤い、人々の心が動き、経済が活発になり、人々が行動し、出かけて消費をし、でサービスを作ったりとかすることにつながって GNP を、確実にオンコードは上げていると思います。そんな感じです。本題に入りましょう。別にあのふざけてるわけじゃないんだけどね。はい、そんな感じでございます。とりあえず今からですね、ちょっくらコード進行ペラペラと弾いてみたいと思います。このコードを聞いてあのね、ちょっとどう感じるかをですね、あのちょっと自分で感じてみてほしいんですよ。大体の人がちょっとね、綺麗とか美しいとか、なんかヒットソングっぽいとか、なんかどっかで聞いたことあるか、そんな感じの表現になるかと思います。聞いてみてください。いきましょう。どうでしょう、平たく言うとこれね、クリシェっていうテクニックを使ったオンコードのよくあるパターンでございます。ちょっと僕のこの左手のこの動きに注目してみてください。うまい具合にこのね、滑らかにレなんかその滑らかに繋がってるのが分かるかと思うんですよ。こんな感じで一定の規則に従ってこうね、順番にこう下がっていくのクリシェなんて言ったりとかするんですけども、これは本当ね、すごいよくあるクリシェの技法です。なんか聞いたことがあると思うんですよ、こんなコード進行。でまたさらにミからこんな感じで、これがじゃあオンコードを使わずにクリシェしなかった場合、これその元々あるコード進行にちょっとこうゴニャゴニャとオンコードを加えてクリシェっていう形にしてるんですけども、じゃあここのコード進行にオンコードを加えずにクリシェしなかった場合さあどうなるのか、ちょっと僕の左手に注目くださいませ。まずレからスタートします。レ
飛ぶんですよ。レちょっと響き変わりますよね。レちょっと飛ぶ感じ。でもこうじゃなくてスムーズにつなげると、ちょっとこの美しさな感じはしません。でこのミからも普通にオンコード使わずに飛ぶと、ミーシーこんな感じでベース音がすごい飛びます。もう一回やってみましょう。ミからスタートして、でもこうじゃなくてクリシェするとオンコード使うと、すごく滑らかに繋がっているのが分かりますよね。これがオンコードのよくあるパターンです。皆さんよくテレビとかでカノン進行なんていう言葉聞いたことあるんですあると思うんですけども、どうでしょう。カノン進行、まあ、そのカノンっていうその曲があって、まあ、その中で使われているコード進行のことなんですけれども、まあ、すごいよくあのポップソングでも本当に僕の曲でもよく使っているような、すっごいもう超王道なコード進行です。これもそのカノン進行普通に弾くと、ちょっと左に注目、ドからドからソリファテラソファドでこんな感じで飛びます。このカノン進行にまたオンコードを当てはめて滑らかにクリシェしていくとこんな感じになります。左手に注目、まずドからスタートしてドこうどん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 こう順番に下がっていくと、それ滑らかな感じがするじゃないですか。これが一番シンプルなスタンダードなオンコードの使い方かと思います。こんな感じでコードとコードの合間のこのベース音を変えることによって、この曲を滑らかにするっていうね、美しくするなんていう技法があったりとかするんです。これをそのクリシェとか言ったりとかするんですけども、まあこんな技法があるよということでございます。でもう一つがよくあるのがペダルっていう手法なんですけれども、僕が一番印象的というかその説明をするときに使っているのが、ビートルズの 8 Days a Week という曲があるんですけども、あれのイントロ、あれのイントロね、ベース音がねずっとねレなんだ。このこれをベース音を毎回変えると、クリシェというかクリシェじゃないや、そのペダルをせずにオンコードを使わずに普通に弾くとすると、こんな感じ、まあ、これも悪くないですよね。でもオンコードを使ってペダルずっとこうレにベース音を固定すると、なんかこのこれから始まるって感じしません？なんかすごいこのイントロ感というか、まあ、足並み揃えてこのね、期待感が膨らむ感じしますよね。普通にこうベース音変えちゃうとさ、まあ、これはこれでいいんだけれども、なんかペダルした方がさ、なんかすごいこのね期待感高まる感じしません？来た来た来たって感じ、来た来た来た感じ、まあ始まるわけなんですけれども、こんなのがあったりとかするわけでございます。これもよく使われるオンコードの、役割という感じです。なんとなくその違いがありますでしょうか。まあ本当ね、あの聞き比べれば、ああ確かにって感じだけれども、ちょっとねパッと聞いては分かりづらいと思うんですよ。けど確実にここに差は存在していることは分かっていただけるかと思うんですけども、いかがでしょうか。こういう効果があります。で3つ目としては、そうね、オンコードじゃなきゃ表現できないコードっていうのがあるんですよ。オンコードじゃないと表現できないコード、例えば具体的に言うとするとこういうやつ、このとか、これあのコードネームでいくとすると D on C なんですけれども、D があります。で本当は D だから左手はレの音、
弾かなきゃいけないんだけども、ここはあえてドを弾くと、このコード、なんかその透明感あふれるというか、なんていうか、すごいこの透き通る感じがしません？これをもう正直にオンコードを使わずに弾くと、このオンコード入った方がさ、なんかこの浮遊感というか、この神秘的な感じというか、なんかそういう景色がめちゃめちゃ広がる感じがしません？こういうオンコードじゃないと表現できないコードというのが、ね、一部存在するんですわ。これがまたね、オンコードの、音形で、ちょっとね、また一つサンプルを皆様にその提供させていただきたいんですけども、この曲知ってますか？これあのバンクバンド の, あの To You という曲なんですけれども、サリューさんの方が正しいのかな、ちょっとあのアーティストの名前はちょっと分かんないんですけども、まあ、そのあの To You という曲でございますよ。このイントロね、もうそのオンコードがもうふんだんに使われていて、もうペダルもするし、クリシェもするし、このオンコードじゃないと表現できないコードも出てくるし、もうすごいこうね、めちゃくちゃね、よくできたイントロなんですよ。まあ皆さん普通にパッと聞いてもね、ああ、To You だとかさ、ああ、いいコード進行だなぐらいに思うかもしれないんですけども、すっごいね、これね、めちゃくちゃよくできたイントロです。すごい、本当に、あの、美しい。マジでむちゃくちゃ美しい。まず最初、イントロ、あの、一番最初。ここ。で、まずこのね、ペダルってものが使われてます。ちょっとあの、コードネームを借りていますよ。借りていますよ。今この C から F に行ったんですよ。C から F、 だから左手が C からって感じで移動しなきゃいけないんだけども、ここをあえてずっとドのままでいってるんです。さっきのビートルズのあの期待感高まらせるペダルですよ。本当にこのドのにステイすることで、このコードがすごいエモくなるんですわ。本当だったらみたいな感じで移動しなきゃいけないんだけど、C、F、G、Am で行くんですけども、 C、F に行って G の時、もうほんとね、 C から F に行ってで G って行かなきゃいけないんだけど、この時に G on B ってものを使うことで、ドードーで C、G じゃなくて C にすることで、これまた滑らかに Am につなげるんですよ。ドードー C、A、ラーにくいよね。ドードーシエラ、この本当だったらばドファジエマイナドファジエマイナっていかなきゃいけないんだけども、ドドシエラって感じでいくと、次またこうね、本当は C だからドに行かなきゃいけないんだけども、ドに行かなきゃいけないんだけども、ソから始まるこのオンコードで、ソから、G、C から C オン G から G、F にいて、で最後ここ F オン G っていうね、これまたね、オンコードじゃないと表現できないコードが入ってくるんですよ。この浮遊感ある感じ、このちょっとこの透明感あるというか、ちょっとこのふわふわした感じ、このうまい具合にこのね、あこの解決って言い方するんですけども、着地する感じあるじゃない、どこにしようかなって、この安心する感じ、この安心する感じに向かう状態のことを緊張って言うんですけども、この緊張感はね、すごいね、これね、普通のこの G とは違うね、ちょっとこうね、少しこのふわふわした感じの緊張感なんですよ、これ、この普通の緊張感がこうなることで、ちょっとこのふわーっとした感じなんですよ。で、この緊張感から着地をすると、
ちょっと私がなんか急に熱く語るから、は、何言ってんだこいつって感じだったかもしれないんですけども、ちょっとまあゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。どういうことかと言いますと、もう一回行くとすると、最初、普通にこの音コードを使わずにベースを弾くとすると、こんな感じなんです。ちょっと違和感あると思います。ちょっと薄っぺらい感じしません？このなんかちょっと薄いというかちょっと違うというかなんかちょっと違和感ある感じですよね。そうじゃなくてもう一回言ってみましょう。オンコードを使わなかった場合、オンコードを使った場合、こんな感じでございます。なんとなく見えましたでしょうか。こういうちょっとしたなんだろうな、このわびさびじゃないけど、こうちょっとしたギミックというかちょっとした工夫というか、これがねそのオンコードの醍醐味でございます。何度も言うだけどもオンコード使わなくてもその曲は成り立つわけですよ。今のその To You とかもオンコードなしバージョン聞いてもまあ別にそんなに違和感はないじゃないですか。まあこのまま曲が始まったとしても別にいいかなみたいな感じになると思うんですけども、でもそうね、副陣付けが入ることによってもう彼が劇的にもう超絶別次元の料理になるんですよ。副陣付けが入ることによってこの副陣付け的な要素がオンコードでございますわ。でまあね、もっと掘り返せばもっとすごいたくさんオンコードの使い方があるんです、ありますし、まあたくさんねオンコードのうまい具合な分数コードとか言ったりとかするんですけども、すごいもう分数コードを巧みに使うカシオペアとかさ、ザスクエアとかさ、ああいうバンドもいたりとかするんですけども、とりあえずざっくりお話をさせていただきますと、そんな感じでございます。クリシェとか、ベース音を変えることってその曲を滑らかにしたりとかスムーズにしたりする役割がまず一つで、二つ目はそのペダル、ベース音を固定することでちょっとこう浮遊感というかその期待感を高まらせるような感じの、用法が一つで、オンコードでしか表せないコードっていうのが出てくるんですけども、それがまた一つで、それの一番最たる例として、To You という曲を、モチーフにちょっと演奏させていただきました。いかがだったでしょうか。そんな感じでございます。まだ分かんないこととか気になることとかありましたら、ぜひコメントとかチャットの方にババッと、残してみてくださいませ。もし続きの動画を作るとしならば、そのコメントを拝見しながら、続きを作っていこうかと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回もそんな感じで終わりにさせていただきましょうか。今回はオンコードについてのお話でございました。よかったらご意見ご感想リクエストいろいろ書いてみてくださいませ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイの前に、私、滝沢勝成、ジャワ会など、ジャワ会というメンバーシップみたいなね、そんなことをやったりとかしております。下のこのメンバーになるというボタンをね、ポチってクリックしていただくとメンバーになれるんですけども、メンバーになっていただくとなんかいろんな面白いことがありますので、興味があったらよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。